毎度俺でですす、えー、今日はアンノンですね、まあ、このキラー出てねもうだいぶたちますけど私の中ではまだ新キラーですてかもういい加減ねもう3ヶ月に1回のキラーの実装ペースもうやめてくれてええよこれほんまにもっとゆっくりでええからもうなんかこのゲームねコラボもしすぎてねなんかもうコラボのありがたみ全然ないよねもうコラボビッチやんもうやりまんないよこのゲーム まあこいつらも商売やからね、その新キラーをストイックに出し続けるっていうのはまあわかんねんけど、もうその前にバグ直せよっていうね。しっかり俺らから金取ってるくせにね、このゲーム。まあとはいえね、私もキラー戦なんで、やっぱ新キラーが来たら買ってしまいます。つう,うわけで今日はこのキラーでセクシーに、かつ大胆にクソサバどもを葬ってやろうと思います。じゃあ覚悟してください。<laughs> <laughs> 来たー死んだドッグの酒場 <laughs>。もう割とまともなこのマップだけほんまに。まあでもね、前も言うたようにね、決してキラー有利マップではないです。はい。こうやってね、あの、壊さなあかんドアがダイナミックニューテ多すぎるんで、マジで。ほんでね、京ポジも結構ね、はっきりしてるんで、これサバイバーにしてもちょっとやりやすいマップではあります。ただやっぱりこのマップはね、もう全マップ中でもね、かなりね、あの、狭い方の部類なんで、 やっぱ立ち回りはしやすいですよ、徒歩キラーだと、なおさら。で、ここね、やっぱりいましたね。これあのフルパとかじゃない限りり、も軍隊そばとかじゃない限り、大体ね、これ誰かは回してるんで、はい、これもちょろいっですね。<laughs> で、ここで話の出番です。はい、もう今の環境をいかに早くダウン取るかなんで、うん、やっぱりいましたね。はい。 このチェイス中に発電機を蹴るという声結構自称上級者のキラー戦たちはねよく文句つけてきますけどねはいこうやってダウン取れました話の策的っていうのはですねチェイス中にこそ生きるんですよでもせっかくなんでこのままもう一個パーク使っていきたいんですけど共鳴ですよねこれね弱体化くらってね20%になっちゃったんですけどねもうそれでもねもうこれに頼らざるを得ないんですよね今の環境20%って結局ねろくに時間稼ぎにもならないんですけど、ね、でもその一瞬で <laughs> 結構ね、その発電機1台を守れるかどうか結構変わってくるときないこともないんでだから俺はまだ使ってますあ今言いましたねこれねあ,あいつこっち見てないですねじゃあ弾当たるはいあもうあいつがねこっち向いてたら絶対弾打たないです絶対当たらないんでアンノウンの弾っていうのは弾速遅いんでもう目視で絶対かわされますじゃあここで話をもう一発入れましょうか、えー、ワープですねはい倍の距離を索敵できますあいましたねはいえー、こいつこのままダウン取れた方がおしいねんけど あ救助来ましたね、でももうそれも覚悟の上なんで、はいこ球、はい、は絶対外さない前提です、これも外してたらこのキラクくそ弱いんで、でこういうドアもね、このマップ、最初も言いましたけどね、もう割らなあかんドアクソ多いんでね、まあ、最低限通ったときついでに割りたいですよね、でね足跡なかったんでね、ここまだ多分おると思うんですよね。 んあやっぱりいましたね。はいもうこういう草にはね、あの通り道にあったらもう必ず体を当てて索敵します。そんならね、もう何かに当たったってことは、それサバイバーなんで、見えてなくてもそのまま芝き入れたら大丈夫っす。でね、今、強い板剥がしたんはいいけどね、今ね、これ攻撃したやつね、これ、釣ってたやつじゃないっすよね、多分じゃあ、竹ちゃん、まずさ肉入れてたからちょっとぐらい時間稼げるやろ。まあ、このねもう ズサ肉ってだいぶ弱なったけどね、あのセルケア環境の日本サーバーではね、まだ生きないことないと思うんですよね。もう日本人ほんまもセルケアジャンキーばっかやから、ほんま狂ったように回復しよるんで、で、まあ、パーティーとかやったら縦にも当然来よるんで、まだ今の環境、ズサ肉ね、生きないことないんじゃないかなと思って、俺はまだ入れてんねんけど、ちょっと実は悩んでる <laughs>。でも変わりがないんよ、マジで。もう、もうどのパークも弱くされるからさ。 もう、だからもう、使い続けるしかないかなと思って、<laughs> とりあえず、待、ま、たず三陸使ってるんですけど、で、さっきのやつ、せっかく見つけてんけどな、一回釣ったの、ちょっと見逃したんで、もう、こいつでいいです。このシルエット男やろ。もう、こいつ追うしかないね、もう、ここは。だから、こいつ追いながら、えー、さっきのやつ探しつつ作て、えー、発電機の巡回をするっていう、ほんま忙しいよね。 っていうかこいつ板使わへんねんや。まあ、その選択は、まあ、間違いじゃない。こいつダウン取られたけど、今の選択間違いじゃないんですよ。こいつ一回も取られてないから。ただ、たまたま、こう、共鳴もあるし、いいタイミングでダウンが取れました。じゃあ、ドピュ はい、いいの入りましたけどねこれも当てて当然ですもう,もう,もうあ当てないとこの,このキラーマジで話にならないんでもうエイムがいいのは当たり前ですだからあのエイペックスとかでもさあのマスターとかプレデター隊いったらもうみんなエイムいいでしょもうそそ最低限の条件,条件なんですよでこのゲームもサバイバー簡単かもしれんけどキラーはほんまにも上位隊いったらもうこうやってねはいもう当てる前提なんですよもう当てないと話にならないっていうね、はいん こここいいますねはい、あーこの折り方はうんーじゃあタケちゃんはいはい、えー、2発目3発目連続して当てられるやつははいもう運じゃなくて実力やってねはい七海健とも言ってましたね俺は強い誰が何と言おうと強いこれも外さないはい勝ちです というおごりは敗北を生みますまだ油断できませんサバイバーなんていくらでも逆転できんねんからまだ油断するには早いです信じられへんと思いますけどこっからサバイバーいくらでも勝てますでねこうやってあの釣りに行ってる間も当然ボーっとしてたらダメですよこの後の後のことをもうすでに考えてます例えばですね、えー、この辺でもう一匹ダウン取りましたよね私が今考えてるのはこいつをそのまま釣るかもしくは釣るフりをしてさっきのやつ救助させるかなんですよこいつね こうやってサバイバーをつま,むつまんでる時って基本的にキラーは何もできないのほら救助きたでしょ <laughs> はいだからつるふりをしてさっきのやつそのまま救助させてトンネルするかこいつをこのままつるかなんですけどこいつ強盟多分まだやったよねうんだからこのまま強鳴釣りました強鳴が生きてる間はですねバンバン釣り数上げていった方がいいんじゃないかなっていう場面は結構多いですで今も多分そうでしたでこいつさっき釣っとったやつよねでもねこの動きわざわざこっち来てるの絶対なんかあるんですよ で、プラス決死の一撃もあるかもしれないんで、ちょっとまあリリースやね。うん、どうせ60秒待たんなあかんし。で、このクソエイダあ,あ、いっちゃんしてね、これ見えすいたタゲ取りですね。一回も釣ってへんからね、こいつね。うん、これはもう放置です。こういう時にズサニクがいきます。相手すぐ回復できないんで。まあ、負傷をばらまくっていう行為も、相手の、あ、こいつリーチやね。この小屋で回復しようとしとったんかな。それとも決死の一撃ギリ,ギリギリあるから決めようとしとったんかな。まあ、どっちにしろ死んでもらいますも。もうあなたも逃げられないですよ。 はい。縦 <laughs> に行きましたね意味ないのにで縦かなんかに来とったこのいっちゃん下のクソもんない名前のエイダこいつはもう弾で我慢すねめっちゃ警戒しとんなあそこやったら当たる、はい、壁沿いに走ってるやつっていうのはもう避ける方向もう片方壁沿いじゃない方しかないんで割と当てやすいですこっち見とっても割と当てれます ただ前にも言いましたように相手がこっちを警戒しとってなおかつサバイバーが開けた場所両側にかわせる開けた場所やったらもう絶対に当たりません何回も言いますけど UVX は段速遅いんで目視でもうおじいちゃんでもかわせちゃいます でこれで1匹体重させしたわけですけども、まあ、まだまだ油断してはだめですこれ残り4台って考えたらダメですよこれうまいキラーとそんなうまいキラーのもうこれも決定的には違いってこれ残り台数で考えるかどうかなんですよ残り4台ってこれ今なってるでしょ絶対油断したらあかんこれ残り4台じゃないから実質多分こうやってねほらめっちゃ回ってる発電機がその分あるってことなんですよはい <laughs> これ一気に残り1台になる可能性もないわけではないんですよこいつスマジャックが当たる スマチャクとかしなイか履いた後のサバイバーの動きってすごい予測しやすいですよね。あいつらとにかく距離稼ごうとまっすぐ走る傾向があるんですよ。だからエイムさえ良ければ絶対当てれます。っていうか当てないとダメです。でね、今ね、話からのワープで策的距離倍にしたんですけど、残念ながら誰もいなかったんで、誰か回復してくれてるかなと思ってけど、いなかったんで、さっき蹴ったとこに戻ります。多分誰か触りに戻ってると思うんで、こいつどや。あー黒人じゃないか。うお前消称してないやつやん。 まあ今の一発は3択でしたもうあいつが階段の方へ行くか窓枠飛ぶか降りて避けようとするかどうやって避けようとするかやったんですけどまああいつの最後の直前の動き見てまあ窓枠かなと思ったら当たりやったっていうそれだけの話ですでももうエイムがええのは前提ですもうさっきも言ったけどあのエイム系のキラーってこいつキっしょにな エーム系のキラーってエームが悪いと話にならないんで当てる前提で向こうはあの運営さん調整しとるんでだからまあエームが悪い人はおとなしくサバイバーでもやってればいいんじゃないですかそんなやつ私は軽蔑しますけどでまあこいつをどこに釣るかなんですけどまあ、ここ発電機しばらく見てなかったんで共鳴もあるしここに釣るのがベストでしょうねここ、まあ ここ音ややこしいよねなんか風車があやっぱり回ってるね風車のさ音と発電機の音めっちゃ聞き間違えるんよでもまあここ回ってたんでとりあえず話でワープして作的、えー、距離倍ですねこれほんまの話相性いいわてか今一瞬やけどねオーラ見えた気がすんだよもう軽くほんまに軽く作的ちょっとだけするん おあ、おおおったねおったねは <laughs> いでボッケキャンセルからのフェイントも綺麗に決まりましたねはいこれあのあいつも救助されたかどうしようかこいつ距離的にもうちょっとおってもええかなだから追いながら追いながらちょっと考えるかああ上行ったんやったらそこハイ、はい、ワープですねはいもう綺麗に決まりましたねこのアンノウンのポータルっていうのは、まあ、簡単に壊される代わりに 壊されさえしなければ、チェイス中にも、これ普通の移動にも使えるから便利でございますわね。では、こいつ、死亡か2回目か、まあ、どっちにしろ、まあ、もうほぼ勝ちと見ていいでしょう。あのー、迫害が生きてるんでね。なんか迫害って、なんかそのスキルチェックにサバが引っかからんから弱いとか、なんか言ってくるやつ、わざわざ言いにくるやつは結構いるんですけどね。スキルチェックなんか、こっちも最初から期待してへんわ、ボケほんまに。 迫害の強みっていうのはマップ全体にじわじわとしかし確実に発電の遅延効果が及ぶことでしょはいこれ今蹴ります迫害入りましたこれ私がわざわざこれ全部蹴りに行くわけにはいかんでしょ今敵忙しいでしょこれ今これ敵救助だったりチェイスだったりで発電機触れてないでしょこの時にですねこれ遠くの発電機もし回ってるところあったらじわじわと下がっていくんですよ強いでしょ これが少なくとも通電するまではじわじわと生き続けるんですよ。おらんやないか、ここお前。なんか今、幻覚見えたわ。あ、ていうか、おったわ。えー、死にっぷりやの、マンカスが。こっちからも。こいつ最後やったよね。これで死ぬよね。で、まあ、こいつが死,ん死ぬんか。え、死ぬんかな、こいつ。<laughs> ま,あまあ死んだとして、残りの2匹がどう動くかですよね。 なんだかんだガチを見つかましてね、一人でも、いや話、かしいよ。一人でもなんか脱出しようとする奴らがなんか、めっちゃ多い気がするんよね。で、その理由っていうのも、多分やねんけどね、あの全滅ムーブをしないキラーがめっちゃ多いからやと思うんよね。なんかもう、三人目もダウンさせたのも、そのまま釣ってまうみたいな。結構、結構というか、あのなんか他の奴の配信とか見とっても、ま、配信者やから、その、なんか、長なんのが嫌っていうのもあるんかもしれんけど、それにしても、なんか、どいつもこいつも殺意低すぎよね、キラーのくせに。あおった。 なんか俺、全く理解できへんねん。あのさ、もったいなくない絶対全滅ムーブかました方がいいと思うねん。いや、確かにさ、寝てろ、お前は。こうやってさ、全滅ムーブかましたらさ、こっちもさ、時間をさ、余分に使うわけですよ。でもさ、考えてみて。前もど別の動画で言ったけど、なんかシンギュラーかなんかのやってる時の動画で言うたけど、確か。あのーこれ、今、自分も時間使ってんねんけど、あえてこれ、今見て、2人な、2人な、2人、時間無駄にしてんねん。わかる この時点でもう得やね向こうの方が損してんねん。<laughs> 人数的に <laughs>。で、相手がパーティーとかやったら、もう3人4人ロビーとかで待ってる、ロビーというか観戦とかして待ってる場合も結構あるわけで、3人4人時間無駄にしてくれたら、向こうの方が4倍苦しいわけですよ。全滅ブームかまさなもったんやろ。絶対向こうの方がしんどいねんから。<laughs> <laughs> ねこの状況になったらだってサバが生き残ることの方が少ないわけですよ残り2匹になってキラーが本気で全滅ムーブかましたらもうサバがね1人でも脱出できる可能性1割とかぐらいしかないと思うよ俺の体感ではでこういう試合の合間にもはいターゲットプラクティス射撃練習です だからね、もう、この状況になって、サバが生き残れる確率なんかめっちゃ低いってこと、こいつは多分知らんのよ。だからこうやっておんみつかましてくんのよ。あの、キラーが全滅取りに来ること、ほとんどないんやろうね、多分。いや、ほんまに。だからさ、なんか、俺がなんかここまで全滅にこだわんのんさ、なんかおかしいみたいになんか言われるけど、俺、ま、俺、それがおかしいと思う。俺、別に自分おかしいことやってると思わへんし。 だからその迫害の話に戻るけどさ、迫害ってちゃんと強いパークやからね。最近ちょっと強化されたけど、これ強化される前から強いパークやからね。お前らあの、あれやろ、なんか巷ではなんか迫害がネタパーク扱いされてるし、なんか強いパークやってイメージないから、それ信じちゃってるんやろ。常識を疑えよな。他のやつがザ魚パークやで誰も使ってなかったらお前らそれ信じて自分も使わんの。それ日本人の悪い時計やで。自分で考えろよ。まあでもまあ、 まあ、さっきも言ったけど上手いキラーしか使いこなされへんからねそもそもこの迫害っていうのはあのこれどっちや黒人の方がまあこいつはちょっとあの弾だけ当ててリリースしようかあのこいつはあのパイズルゲージ多分進んどったと思うんでもう一匹のやつをシフトしてねでも、まあ、迫害の話なんですけどあの迫害っていうのはねサバイバーを救助と回復でとことん忙しくできれば相手の知らぬ間にそしてマップ全体まんべんなく発電機の遅延が入れられるという非常に優秀なパークです 特にですよ、今の環境、発電機3台固めようが長期戦になれば必ずそこは突破されます。必ず突破されます。そうなった場合ですね、しばらく蹴りに行けなかった遠くの発電機がどれだけ回っていたかで勝敗が決まったりします。まあ別の動画でも言ってんけど、迫害ってほんまにね、細く長く生きるタイプの破滅やと思ってくれていいです。いくぞ、ダイナミック入店いや、それはね、破滅のトーテムが破壊されへんにやったら、無限に生きてくれるんやったら、それは破滅の方が当然強いけど。 深夜の上位体でトーテムを長生きさせるのってまあ難しいですよね。ただでさえボイチャで情報共有されんねんから守れないよ、まあ。つまり私が言いたいことは、迫害っていうのはね、サバイバーをどんどんダウン取って忙しくさせることができる上級者キラーのみが使いこなすことのできる選ばれし者のパークってことですよね。でね、あのこういう迫害の強さね、語ってると、私がネタで迫害を押してると思っちゃう方、たまにいらっしゃるんですけどもね、もうね、あの、黙ってなぜ、あなたたちは。 迫害を強いパークとして認識できない方はですね負傷とダウンをばらまいてサバイバーを忙しくできないつまりチェイス力と判断力が低い半ンパモンのキラープレイヤーってことです恥をしれほんまにお前ら上級者のフリすんな迫害は強いねてめえが使いこなされへんからってザコパーク扱いすんなちっしょいな。まあとはいえ最近迫害がちょっと強化されましたよね で、私も今はね、それなりに影響力のある配信者なんでね、今はね、迫害の使用者も少し増えました。でも、正直言って嬉しくないです。全然嬉しくないです。それってね、にわか迫害ヤーが増えただけやから。俺はね、4年前から迫害使ってるんですよ。4年前。俺がこのゲーム始めた当時、ちょうど迫害来た時やってん。つまり俺は迫害とともに DVD、霧の森にやってきてん。で、まあその時はね、もちろん私も DVD 始めたてですから。 あらゆるパークを勉強してたんですよね。まあ当時は不死破滅とか人気でしたよね。うん。でもね、私、あの、迫害というパークを見つけたとき、もう使う前にね、パークの説明文見ただけで分かりました。あ、これ絶対強いパークやんって。もう運命の出会いです。そっからずっと使ってます。だからね、今更迫害を使い始めたやつとか、あとなんか、いー俺あの、気持ち悪い。 バッキューさんの影響で迫害使い始めましたとかなんかわざわざ言いに来て媚びうってくるバカどもはね本当に嫌いです自分の嫁が知らん男に回されてる気分ほんまに気持ち悪い お前らなんぞに迫害を使う資格はないうらこれ食うとき。てかキラーのパークってな、変に使うやつが増えたら、弱体化食かくらうんよ、このゲームは。お前らマジで使わんといてくれ。どうせ使いこなされ変ん,んから。おとなしくサバイバーでもやってろ。お前らなんぞただの吊るし肉じゃ。お前らこの動画みんな、もう今すぐ見るのやめろ。お前らどうしよう、どうぞ、どう俺の動画や生放送や見ても、ハ使い始めん,ねんやろ。使うな、も,う,でも,もう,そうサバイバーやってろ。みんな、今すぐみんなやめてくれ。やめてくれ、ほんまに。 もう困んねん。使うやつ増えたら。<laughs> ほんまに困んねん。この、強面とか、タナトとかさ、なんかもう無限にあるでしょ一回、超強強なった思ったら、その、なんか元の、元の効果よりさらに弱くされて弱体化食らうっていう。何回もあるでしょ、このゲーム。でも、う一回強なっても安心できへんねん。またもう前以上に弱くされることあるから、このゲーム。あの、キラーのパークが強くなって喜んでるやつらは先が見えてないねん。怖い、怖さを知らんねん、このゲームの。 いやほんまもう情けないわ、ほんまに。いや、ほんまに俺、アップデート情報毎回ビクビクしながら見てんもん、ほんまめっちゃ怖いもん。つうわけですわ。てかさ、アップデート情報で思い出してんけどさ、俺最近また Twitter 凍結くらってさ。<laughs> で、まあさ、あの前のアカウントってあの DVD 公式に俺ブロックされとってさ、あのもうだからいろんなそのアップデート情報とかさ、もう全然入ってこんかったからすごい困っとったんよ。でも新しいアカウントでまた見れるからさ、<laughs> めっちゃ嬉しいね。 だから今度はさ、ブロックされへんようにさ、つつましくも、しかし確実に怨念を持って、チクチクと批判的な意見をね、リプライしていこうかなと思ってます。皆さんも私のね、新しいアカウントね、必ずフォローするように、フォローしないと大変なことになりますよ。てかね、さっきからね、まあ、今も使いましたけどね、このこれ、これ、募気キャンセルね、これ、あの、勃起させて、 もうボ左トリガーを押してもう速攻を離すとボッキキャンセルこれ硬直ほとんどなくこれキャンセルすることができるんですよでも敵はしっかりこっちがボッキしてるのを確認できるからフェイントになるんですよでもこれがね次のアップデートでできなくなるっぽいんですよねまあこれはもうキャンセルじゃなくて普通に打ちますけど窓枠はもう絶対当てれるとこなんでだからどうなんかな次のアップデートであじゃあここだボッキキャンセルねはいおれデッドハードこれ今のフェイントが刺さりましたねこれができなくなるんですよ多分次のアップデートから ただまあその代わりにこのポータルの管理がまあ多少しやすくなるんかなとまあ俺もはっきり確認あのチェックしてるわけじゃないんですけどだからまあ強化か弱体化か使ってみないとわからないですけどまああんま期待はできないっすよねてか地下いないっすねあの黒人結構地下好きかな思ってまた見に来たけどいないっすねああ結構やる気やなこいつらとことん付き合いますよはいこんなんいくらでもいくぞダイナミック入店 なかなかおらんねえまあでも俺この前、やっとこの,このゲーム4年ぐらいやって、やっと1時間試合っていうのを経験して、なんかまあ1時間経つとなんかサバが自動的に死ぬみたいな仕組みやって、まあ聞いておってんけど、なんか初めてそれを自分の試合で見て、まあこの前生放送で初めて会ってんけど、まああっけない終わり方やったけど、まあ一応キラーの勝ち扱いになるんで、うん、別に1時間やる気なら全然。まあでもこの感じだとならへんけどな。でも湿血死とか やっぱりちょっとずつ迫ってくるんでで発電機をまあ残り4台あるからまあ1時間まで持っていこうこれはこれはご立派な高うボールをお持ちでんっていうかあいつ木下やんめっちゃ似てるやんやば <laughs> 今日も食ってますかいっぱい出してますか 俺もああいう大食い系見たらマジでもうなんかめっちゃうんこ出す人にしか見えへんのよね絶対絶対出してるやろいっぱいああいう人だってさなんかやたら食うくせに全然肉ついてへんやん太ってないやんそれってもう絶対履いてるかクソで出してるかのどっちかでしかないよ汚いやろ普通にだからそういうああいう大食い系のやつ見てさなんか「う、えー、こんなに痩せてるのにいっぱい食べられて嬉しい」とか言っとる女さんださマジでサイコパスの自覚持った方がいいよおかしいよ汚いやん もっと言えばあれ多分病気やで。てか木下精神もバグってるけどな。あれだって普通じゃないやろだって。なんかもうようなんか減らってるやん。なんか Twitter とかでもさ、なんか<え>はいぴったりでーす。だからあの女ってさ、ってさ、だからもうなんか動画の時とかもさ、目泳いでるんよ。俺も昔から言ってるやん。ガチの人は目が泳ぐねん。しかもあいつ猫飼ってるでしょ。だからいつも言ってるやん。 猫好きってほんまにやばいやつしかおらんねんあのなんか猫アイコンのやつとか猫系の名前のやつっていうのはほんまに警戒した方がいいマジ地雷率100%やからほんまだから孝ちゃんはねほんまにもうあの地雷女の条件を全てコンプリートしてるんやでもそんな女を抱いた有名 YouTuber がおんねんすごいよなほんまにどんだけ童貞力高いねんやれる女やったら誰でもええんかなんか人畜無害ななんか清純なイメージで売ってたもやしがよ三股やったっけなんかしかもお前そのうちの一人があの地雷もう地雷格 定してるような女でさ、N2 時代やであれ、そんな可愛くもないしな、うるい、くる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 これがいい、俺、練習になるんですよ、このこの高速回転しながら、しっかりケバブもかましていくっていうね、これ、あのいいエイム練習になるんですよ、これ、あのこれ回転しながらもタイミング合わせて切るっていうね、まあ、これなかなか難しいんですが、私はこうやってね、あのケバブをしながらもしっかりと練習を怠らないので、このマッスル北村のようなこのストイックさでね、私はここまで上手くなりました。ふんふん この前は配信で言ったけど、これね、あの視点の感度ってマジでね、100%がやっとスタート地点ですからね。もちろん皆さん100%でやってますよね、視点の感度。コントローラーでやるっていうことは、どうしてもマウスにこの視点の感度、感度このカメラの旋回速度ですね、絶対にマウサーにはかなわないんですよ。だからせめてもうコントローラーでやってるなら、もう視点の感度マックス100%でやりましょうっていうね。 これ視点の感度100%がやっとスタート地点ですからねもちろん視野角もマックスにしてますよね皆さんもうあのほんまに上位体で勝ちたかったらもう設定からもうあのマックスでやっていかなきゃできるとこもう少しでも有利にえちょっとエイダの指導に熱が入りすぎたな <laughs> まあ視点の感度はほんまにマックスじゃないと絶対あかんから勝ちたかったらまああのどうしても無理なやったらまあ80とか、まあ、できるだけマックスに近くしとけよっていう話ですわ 胴体視力いるけどな。見つけても気づかんからね。まあもちろんフレームレートもマックスに上げれるんやったら上げとかんなあかんし。胴体視力がまずないとちょっとついていかれへんかもしれんけど。だからまあ、運動とかしてた人やったら多分、まあでも大丈夫やと思う。しかし、イージーゲームでしたね。まああの、なんか今見た感じ、多分パーティーではなかった。多分追っても2パとかやと思う。でもこんな奴らでも、あの、ボイチャとかいうチートがあればマジでもう怪物に化けるんで、ほんまに怖いです。 てかそもそももこのゲーム、別に上手くないサバイバーとかでも、あのちょっとかみ合えば、普通にあの上級者キラーと全然渡り合えるバランスで作られてるんで、あの俺、もう最初、前半からもうなんか勢いこっちにずっとあったけど、もうかといって、あの全然手は抜きませんでした。で、その動きに私、全く後悔ないです。だって次、また、もしこいつらと当たることあっても、その時の俺のコンディションと運次第では勝てる保証ないからね、マジで。だから、こんなやつらでも上位体に来れんねん、今の環境は。だから、スキルレーティングっていうのは、まあ、 機能は一応してんねんけどもう雑魚でも上位体来れるようになってるからこういう試合もありますよっていうだけの話でスキルレーティングはちゃんと機能してんねんしてしまってんねんだから辛いねん補助輪つけすぎないよだからこんなやつらでも上位体来れんねんあの補助輪がもう乗らさキモ、キモこいつプロキモバットマナーは全員ブロックしますキモしかもお前バッドじゃなくてバットになってるし強要なさすぎやろお前 <laughs> ブロックした場合何がやろうと解除することはありませんお前にブロックされて困るやつおらんから <laughs> アオちゃんこれ